天童子とダッキ、おそらくこの二人が幼者の鍵を握っている。人の子の未来のためにかの者らが必要だ。何としても確保してほしい。小田原城に援軍が届かぬ。そう、あの時あんたは敵だった。だから何か知ってるんじゃない？心当たりはある。小田原城に向かう途上、東高の城が妖魔の大軍に襲われておった。あそこにおったのがその援軍だ。まあひとたまりもなかっただろうな。小田原城に援軍が届く。そう、あの時あんたは敵だった。姫様、長篠で蓮子殿と戦いました。蓮子と？よかった、無事だったのね。でもやっぱり妖術で。はい、ですが術は不完全でした。やっぱりあの時逃げるべきじゃなかったのね。妖者に追われて孫悟から逃げてきた時、蓮子は私をかばって妖魔に捕まったの。そして妖術で操られて、私蓮子を傷つけたくなくて逃げてしまった。でもそれじゃダメだったのね。あの時にしっかり向き合っていれば。姫様、やり直しましょう。時を当たるとは、なんとも奇妙な体験。例えるべきものが見つからぬ。ダッキを捕らえる。太公望が示した指針に従い、竹中半兵衛らは小田原城から逃亡したダッキを追撃した。南へと逃げるダッキ。やがて九州の地に至ったところでその歩みが止まる。
そこで討伐軍を迎え撃つ体制を取った。ダッキを守る妖魔軍はわずか。一息に包囲殲滅し、ダッキを捕獲せよ。指揮を託された核はそう指示を出す。しかし同時にダッキの行動に不信を抱いてもいた。狡猾なダッキがこれほど容易に尻尾をつかませるだろうか。機体の暴走は裏の裏を読むべく知恵を巡らせ始めた。ここはかつての九州、我らの故地か。ならば立花が出るのが筋というものだな。お嬢、この地で探し人でもおるのか。お主を逃がすためしんがりを務め行方不明の宗重ならどこかで生きている。最後に奴は私に言ったのだ、死なぬと。そもそも奴ならばどこかを風のように吹き渡っているに違いないのだ。心配などするものか。そうか、分かった。ま、戦のついでに坊ちゃんを探すのも。やれやれ、ダッキの捕獲が目的だってことを忘れないでほしいね。無理無駄のない勝利を目指す。南、北、東、三方から囲んでダッキを追い込もうか。博打と戦はたやすくひっくり返る。ダッキを追い込もう。ダッキを追い込もう。橘の名にかけてここでダッキを捕らえる。行くぞ、遅れるな。出番か。あらあら、囲まれちゃいそう。困ったな、どうしようかな。この地も随分と様変わりしているな。このような植物初めて見た。ここで口当てろ。西にて鎧甲冑の美女服を見かけたとの情報が。そうか、急ぐぞ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。逃げ場はないぞダッキー、おとなしくバクにつけ。
さて、追い詰めたぞ、ダッキ。ダッキちゃんをいじめるつもりやろ。おっちゃんいじめっ子の顔してんの。傷つくね。任務だ。あまりいじめないでほしいな。爆破だ。守備隊形を取れ。それが三倍。鬼滅戦。鬼滅戦。ダキちゃん、堪忍な。もう卑弥呼。私は大丈夫だから、早く逃げて。観念してもらおうか。いや、追い詰められちゃった。なっけーね。ここですっごい味方の登場です。任務完了。見たところ人間のようだね。邪悪な輩に組みするならば、ネメアとディンガルの精兵が相手をしよう。邪悪な輩、それに組みする。いずれも捨ておけん。このネメアが打ち払ってみせよう。地獄を見せてやる。地獄に。アキレウスさん、まとめてやっちゃって。とんでもない敵が出たと思いきや、地獄に頼もしい味方も現れてくれた。ここはネメア殿に任せていいだろう。俺たちは一騎を追うか。とはいえ、どうも気のせい。敵の策には十分注意してくれ。ジーン殿、頼まれてくれ。東からダッキのところに向かってほしい。この上にここまで追い詰め、貴様なかなかやる。死ぬまで切り合いたいところだ。今はその時ではない。出会いだ。それが死がの合図。聞いてくれたか。ける獅子のように恐ろしい戦士だ。王国にあった男とはネメア殿のことか。胸城にどこをほっつき歩いているのだ。やるな。お隣の孫、毛利はなぜ妖魔の味方をする。全ては大殿のご判断だ。理由など私が推し量れることではない。胸を張って言うことか。これはいかん。皆引くのだ。逃がすか。待て。
やれ。そこに罠を張ったか。迂回路を確保しておいてよかった。相変わらず性格悪いわね、カクさん。お仲間が罠にかかるまで黙ってるなんて。おかげであんたは警戒せずに移動した。今からこうして追い詰めることができる。ほんと性格悪い。楽しそう。私たちも行っとく？この程度、偶然のうちに入らぬ。まだ利用価値がある。その首手叩いた。ゴエモン様が手伝ってやろうぜ。まあなんだ、石食いパンで構わねえ。引かざるを得ぬか。敵将を討ち取った。この辺りには胸襲いはいないか。まったく手間をかけさせる。戦いの目的を忘れないでほしいね。まあ気持ちは察するが。何を言う。私は奴の心配などしていない。形だけ真似てもダメだったね。
釣りのぶせは島津の有能さあってこそか。にわか仕込みで使いこなせるものではないわ。素晴らしき効果的役。わけにはいかない。これがこの武者、わしに付き合え。姫男者の使用がございません。姫男者たちのやり方もおそらく正しい。私たちの道はいずれどこかで交わるのだ。爆破だ。あらら、お隣さんやられるの早すぎ。もう十分休んだでしょ、アキレウスさん。早く守って。なんだってダッキにつく。愛するクロサクの居場所知ってるって言うし、協力したら教えてくれるって言うし。見事に騙されてる。ああ、もう私はクロサクに会いたいだけなのに。待てよ。強敵と見える。任務だ。全力で倒さん。任務だ。この任務とやらに準じるがいい。これはまた雅な戦い。これがすが参る。九州の地が始まる。城か、家か。いずれにしろ居心地は悪そうだな。この戦ぶり手本といたします。見事によ。やるな。神殿は我が故郷ダイヤ州。なぜここに。貴様覚えていろ。の罠を越えてよく来られたわね。ご褒美にちょっとだけ遊んであげる。砕かれるのと裂かれるのどっちが好み。やっかいなことになった。粗末にできん。
撤退じゃ。それが貴重を討ち取った姫めぜん。やるじゃねえか。任務だ。それがしが参る。この程度で私を倒せると思う？今すぐ謝ったらしもべにしてあげてもいいけど。自分から、おい逃がさんよ、逃がさんよ。任務だ。それがしが参る。任務だな。それがしが参る。出番か。任務だな。それがしが参る。出番か。任務だな。帰る。それがしが参る。任務だな。それがしが参る。出番、逃がさんよ、逃がさんよ、逃がさんよ。任務だ。それがしが目的を宝黎明が討ち取った。付き合ってられない。じゃあね。死の道を進むのみ。ここは異世界。私が知る世界とは別の世界のようだ。帰る術は見当もつかない。ただこの地には邪悪な気配が満ちている。私もお前たちに協力させてほしい。邪悪がどうとか私は興味ないから。私は観察に会いたいだけ。観察を探すの手伝ってくれるなら協力してもいいけど。まずはまず。やる。ダッキには逃げられたが、尻尾は掴んでよ。すぐにでも追いつけよう。ダッキなる者、かなり強力な力を持つ。休む暇を与えず追撃。疲労したところを捕らえるか。それでは面白くない。まるで子供のような物言いだ。我々の目的はダッキの捕獲だ。より確実に追い詰めるべきだ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。
報告します。上田城の守りが崩されました。何者かが侵入した模様。城を警備していた部隊とも連絡が取れません。おかしい。四条殿の救援で城は取り戻した。なのに私も何か異様な気配を感じています。俺たちが紡いできた道に誰かが無理やり介入してきたってこと？はい、おそらくは。そんな。でも上田城は守りの要、取り戻さなくては。時空をねじ曲げる力の持ち主も気になるね。何があったか俺たちの目で確かめよう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？ありがとうございました。死にやりつけりゃそれでよかったんだが、とんでもねえことに巻き込む。な、乗りかかった船だ。とことん付き合って。いや、どうするんだ？また来てくれよ。九州の戦いで核の読みは当たり、ダッキを追い詰めた。ダッキを捕らえ損ねた者の疲労を誘い、逃亡の足を鈍らせることに成功していた。新たな仲間
ネメヤやカイヒメラを中心とした追撃部隊はこの機を逃さずダッキを追走。南中で再度ダッキの背中を捕らえる。疲労したダッキには罠を張る余裕もない。ダッキの捕獲は時間の問題と思われた。追撃戦の中に生まれたわずかな余裕。その時カイヒメの胸中にはずっと押し殺していたある思いが。あ、ねえカグチン。カグチンってば。カグヤ、カイが呼んでるわよ。私の名前はカグチンではございませんが。はあ、あんたって時々すっごい疲れるわ。あのね、人間は親しい人をあだ名で呼ぶことがあるの。親しい、カイ様が私を親しいと。会話の途中すまん。ダッキの尻尾を捕らえた。出撃だ。あ、ちょっとカグチン、話の続きは戦場で聞くからね。乱世に清く咲く純白の。敵の進軍が鈍い。足を早めれば追いつけるだろう。もうしつこいな。この前遊んであげたばかりじゃない。悪いけど今はそんな気分じゃないの。じゃあね。それがしが参る。そういえばアキレウスさんが倒れてたのどこだっけ。こういうわけでお願い。いいだろう。ネメアとかいう男もいるようだ。やつを引き裂き雪辱を果たしてやる。ゲッ。なんだこりゃ。いつの間にこんなもんが。なんだいあんたら。あたしらの庭で勝手してんじゃないよ。王格の敵、我の敵、我敵倒せ。ねえカグチ、さっき聞きそびれたことだけど、親方様を助けられないって本当？王城氏康様、王者出現の折に亡くなられたと聞き及びます。今の私たちはその時に臨みません。これをお救いすることは。そっか、メロ、ダッキを追ってるのか。ならわしらに任せとけ。先回りして踏んづかまえてやる。逃げ道はあたしらが塞いでやるよ。あんたらはダッキをしっかり追ってきな。あ、そうだ。田口さん、その甘漬けなんとかならない？え、親しいとあだ名で呼ぶって言ったでしょ。田口もあたしをあだ名で呼ぶこと。あ、はい、そのカイチン。距離は稼げたみたいね。ちょっと休憩しよっと。大きい蛇出た。郵便消えた。我郵便探して怪我した。猛角我助けた。だから我猛角助ける。親方様は私の家族みたいな。憎まれ口ばかりだけどあったかい人だった。だから考えちゃうの。助かる人は何人もいない。なんで親方様は助からないんだろう。わかるわ。ごめん。
あんたの家族も。いいぞ。目の覚める戦ぶり、見事。だけだけしい女だな。アマゾネスの女王を思い出すぞ。よくわかんないけど、なんかバカにされた気がする。浮き止めそれがしがお前よくれ。膝をつくわけにはいかん。もう一曲あたしでしょ。流れてそれがしが参る。覚えていろ、この屈辱貴様の血で贖わせてやる。それがしが参る。ここでダッキを失うわけにはいかないんだ。悪いけど回り道をしてもらうよ。いや、もうそんなところまで来たの。ここはどうせへん。ダッキちゃんはうちが守んねん。できればあんたとは戦いたくない。遠慮しなや。流れてアキちゃんのためやもん。それがしが参る。手加減せえへんで。ここはわしが負債だ。もう逃げられねえぞダッキー。やっちょ、何先回り。そういうのやめてくれるかな。本気でイラつくから。それがしが参る。気にしてられへん。あの子欲しい。必死でダッキーを守ろうとした。やっ、目の覚める戦ぶり、お見事。いいぞ。今だ、かかれ。また不平。目の覚める戦ぶり、見事。流れてその首叩いた。流れてこれがしが舞い一目。かざるを得ぬか。敵将討ち取った。今こそ披露せん。待てよ。敵将討ち取った。この武者わしに付き合え。じゃあお相手願おうかな。わしが押されてるだと。浮き止め。こちはさまつにできん。撤退じゃ。あなた
すごいよね。強いな。君のこと知るせれば決めるぜ。そんな悠長な場面でもなかった。時間は稼げたから。このわしが抜かれちまうとは、情けねえ。すっきりした。もう二度と出てこないでね。ダキちゃん疲れてへん？あいつらうちがいてこますし、早逃げ。君無理はしないの？いい？あの子またあボロボロで怪我までしてるのに、やりたいんだ。ラシャしないよ。観念しろ。本当にイラつくわね。いいわ、本気で壊してあげる。この冷める戦ぶり、見事。冷める戦ぶり、見事。目の覚める戦ぶり、見事。いいぞ。取った。そんな、私が捕まるなんて。
治ってね、隙あり。しまった。待ってて、卑弥呼、絶対助けるから。協力するつもりなんかないんでしょ。では、あの娘に監視をつけるのですね。そんなことしない。ですが、それでは。カグチン、人間はね、すごく理不尽なの。たとえ敵でも不幸になってもらいたくないって思う時がある。死の道を進むのみ。わかりません。何故カイ様は卑弥呼様を。かぐや、人の心はね、不可解で理不尽なのよ。同情や哀れみで理屈に合わない行動を取らせることもあるの。心でございますか。おう、おめえら、あのでかい蛇と戦ってるんだってな。大した根性じゃないか。気に入ったよ。あたしらの力貸してやろうじゃないのさ。我ヘビ倒す。うわあ、果たしてやっぱ最高。結局ダッキを見失っちまったね。卑弥呼も逃がしちまって手がかりなしだ。まあ仕方ないよ。あの時間のあたりでゆっくり探そう。ちょうどいい機会だし、芝生さん、馬長さんと足並みを揃えとこう。もどかしいね。ダッキを捕まえられそうだってね。家宝は寝て待てってね。こういう時は焦らない方がいいよ。ここに披露せん。我が槍で混迷の世をうがたん。
本分を全うせ。で操られた者たちを解放するため馬将らは平清盛を追った。折しも清盛は小田原城で失った戦力を取り戻すべく姉川の地で蛇法の儀式を始めていた。急ぎ姉川に向かう馬将たち。そこで彼らは驚くべき光景を目にする。天をついてそびえ立つ奇妙な塔。三国の世にも戦国の世にもありえない巨大な建造物。それもまた妖者の出現によって生じた世界の歪みだった。うはぁ、清盛め、大軍勢を揃えとるの。さてはわしらの動きを読んどったか。それになんじゃあの妙竹林な建物は。嫌な予感しかせんわ。ここは我らにお任せを。操られ龍馬の手先となった汚名晴らしたく。蘭も同じ思いです。私もあ、お前らの気持ちは嬉しいが無理はすんな。いざ真田が槍にて蛇法を貫かん。我が信念を炎となし真田。敵本陣への道は妖術で阻まれています。術者はおそらく清盛の腹心に戦国。まずはの者を打ち果たさねば。清盛を打ちさえすりゃみんな戻る。待っとれよ。参る。清盛のおっさんは日に日に力を増してる。あらよ、いった程度じゃその術は解けねえよ。あら、やった、見事なもんじゃ馬将。それがその参る。行くぞ。もうすぐ。
こう。いや、受けてみよう。消えた。まさかこれも妖術。戻れ、クグツよ。腹を補って死んぜよ。見事に騙されてくれたぜ。アオさん、時間は稼いでやったぜ。時は満ちたい。さらなる悪夢を見せてくれよ。ゼレン、どこまで味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。面白え。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。受けてみよう。花田竜奥義。それがしが参る。決めるな。王騎参上。守りは固いか。なら味方に引き込むまでってな。大き参上。受けてみよう。それがしが参る。大き参上。それがしが参る。やるね。十分楽しめたし、解散するか。見つけたぜ、清盛。
清盛よ、そなたの邪法阻ませてもらおうか。魔を打ち邪を破る、覚悟しやがれ清盛。義経様への手土産にしてやる。ここは私は一体。あらがえあらがえ、さらなる絶望をもって答えようぞ。道を塞いでいた妖術が消えております。おお、これは朗報。罪人を妖術より解放する好機よ。覚えてやれ。あれ、蘭丸様、お疲れでしたね。お救いいただきありがとうございました。あのまま追いつられていたかと思う。今も身が震える思いです。私もかつて操られたことがありました。あなたを救えてよかった。続けてるよ。青森様への尊厳を取り継ぐ殿の騎士に鳴らすことなどできぬはず。だが槍にて呼び覚ますよ。俺を捕まえろ。ここはどこだ。私は何をしていたの。素晴らしい金庫活躍。それがすごい。あなたこそ真の三国無双です。見事や。ございます。なんと勇壮な戦術。ならない。義経様に認められるためにな。だから
サジと一緒にいるのよ。あいつの行く先は妖魔だらけだからな。ぺちゃんこにしてやるわ。受けてみよ。マイル。花田竜奥義。花田竜奥義。それが死ぬのつい。恥じるばかりだ。気にすることはない。兼継殿、また共に火の刃を磨いていこう。魔王騎参上。邪悪な気配を未知にたどり着いた。この清盛という者がその源か。妖者の出現は再び世界を変容させた。一代の客人の男でもその一つと言っている。やりやがったな。これぐらいにしといてやる。敵将もう黎明が討ち取った。する妖術、体の槍が立つ。よし、この無敵の体に挑もうてか。せいぜいあがくがいい。敵将王黎明が討ち取った。せいぜいあがくがいい。行くたび抗おうとも滅びの定めは揺るがん。無駄よ無駄。死の道を進むのみ。すまねえ、妖術に操られちまうなんて情けねえ。くっ、邪法に操られるとは。疑心が足りなかったか。残機に耐えぬ。未だ多くの方々が妖術の虜に。どうかお救いください。邪悪なものを討つことが俺の使命だ。平の清盛を討つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが故に追いやすい。小生が導こう。真田の戦